ドクターゆうさくの YouTube クリニックへようこそ。このチャンネルでは皆さんからお寄せいただいた質問に一つ一つ丁寧に答えていきたいと思います。ぜひ皆さんコメント欄から質問をどしどしお送りください。よろしくお願いします。さあ、それでは今日いただいている質問は、食べない方がいい食べ物はズバリ何ですかと。私たちの身の回りに普通にあるもので食べない方がいいもの、飲まない方がいいもの、それは何ですかという質問です。これに答えていきたいと思います。質問いただきありがとうございます。いきたいと思いますが、今日はね、5つ紹介したいと思います。結構長い動画になるんですが、本当に食べない方がいいものを紹介するので、ぜひ最後まで見てください。まず1つ目、それはですね、砂糖の入っている食べ物というものになります。砂糖ですよ皆さん。もうこの宇宙の悪の根源、砂糖。砂糖何が悪いかっていうと、血糖値の急上昇を起こすんですね。人間のこの脂肪蓄積のメカニズムというのは、実は砂糖を摂る、それによって血糖値の急上昇が起きる。これによってインスリンの作用で、多すぎる血糖値の分が脂肪と変換されて蓄積されてしまうということがあります。そしてですね、また砂糖は全ての炎症の原因になり得るものなんですね。関節痛、血管の炎症で動脈硬化が起きる、こういったことも引き起こす最低最悪の物質が砂糖になります。そして中でも避けた方がいいものは、果糖ブドウ糖液糖というものですね。なぜかというと、これはどういうものに入っているかというと、特にですね、お菓子とか清涼飲料水に含まれています。で、清涼飲料水に含まれている果糖ブドウ糖液糖を飲むとですね、一気に胃を通り抜けて腸まで来るんですね。一気に腸まで来ると一気に吸収されて、一気に血糖値が急上昇するんで、運動してない時に清涼飲料水を飲んじゃうとすごく体に悪いです。特に缶コーヒーとか砂糖がいっぱい入っているものは最低最悪になりますので、本当に気をつけてください。で、これ飲み物だけならね、皆さんこうチェックねしやすいと思うんですけど、食べ物にもいっぱい入ってます。結構ね、お惣菜コーナーの食べ物とか、いろんなものに入ってるんですよね。実際ね、じゃあ甘みが欲しい時どうしたらいいのかっていうことをお伝えすると、自分で調理される時はサトウキビが原料のまず砂糖を選んでほしいなというふうに思います。自然界で作られたものなので、機械的に、ね、作られた砂糖と若干違うね特性を持っています。で、それとあとはですね、オリゴ糖。オリゴ糖っていうのは単糖類が2つくっついたものがオリゴ糖なんですけど、いろんな種類があります。いろんな種類があるので、ぜひね、インターネットでオリゴ糖の種類について調べてみてください。そして、オリゴ糖をですね、選んでいただくと何がいいかっていうと、オリゴ糖を原料にですね、腸内細菌が活性化してですね、腸内の環境が良くなります。善玉菌が増えてくれますので、これは非常に体にいいなっていうふうに思います。で、もう一つ、私が愛用しているのが蜂蜜ですね。蜂蜜はこのちっちゃいお子さんにね食べさせてしまうと危険なので、新生児とかにね食べさせてしまうと危険なので、ぜひね、それ何歳まで食べさせちゃいけないかっていうのはちゃんとチェックしてほしいんですが、蜂蜜をぜひ使ってください。蜂蜜の中にもですね、いろんな種類があって、たまに最悪なのがですね、果糖ブドウ糖液糖とかを混ぜてかさ増しして、安く作ってるものがありますので、ぜひこれには引っかからないようにしてほしいなというふうに思います。まず最初は砂糖を入っている食べ物、飲み物は避けましょうという話でした。次ですね、2つ目に避けていただきたいものは、そう、マーガリンが入っているものです。これもう、最低最悪な食べ物じゃないんですけど、マーガリンっていうのは機械的に作った油ですね。これは絶対に避けなければいけない。国際的には海外では禁止されているところが非常に多いのがこのマーガリンです。で、マーガリン何に入ってるかっていうと、ほぼ全ての売られているパンに入っています。これ本当に残念なことなんですが、パッケージに入っているパンにはほとんど全てマーガリンが入ってますね。で、そしてその場でね焼いているパン屋さんのパンにもマーガリンって結構入ってるんですよ。だから本当にね、パン屋さんは考え直してほしいっていうか、もしですね、マーガリンを使っていないパン屋さんがあったら、ぜひ私にですね、コメントをいただければ、応援しに行きたいと思いますね。医師が勧めるパン屋さんということで、
応援しに行きたいなっていうふうに思います。パンを食べるときは本当に裏面表情必ずチェックしてください。そしてみんなでね、マーガリンの入っているパンを食べるのをやめましょう。本当に気をつけていけばですね、パンを売ってる方も考え直してくれるんじゃないかなというふうに思います。マーガリンは最低最悪な物質です。もう動脈硬化を作り、人体をですね、もう蝕む毒物ですので、絶対にマーガリンを食べるのはやめてください。次行きましょう。まあ、これを守るとですね、ほとんどのパンが食べられなくなります。岩井もね、すごく困っています。パンが食べたいけどマーガリン入ってるやめようっていうのを何回やったことかっていうね、皆さんぜひマーガリンを避けていただけたらと思います。次は油です。悪い油に気をつけてください。良い油っていうのは限られていて、エクストラバージンオリーブオイル、エゴマオイル、アマニオイル、ココナッツオイルっていうことです。でバターはね、まあ、乳製品ということはありますが、まあ、今のところね僕は使っています。でもね、圧倒的にエクストラバージンオリーブオイルが使いやすいので、僕はそれを使うようにしています。ただですね、実際に売られているスナック菓子とか、外で食べる揚げ物ですね、これに使われている油というのは多くが植物油脂とかね、サラダ油とかになってるんですよ。でこれはね、サラダ油とかね、サラダとかついてるけど全然健康じゃないんですよね。本当に気をつけなきゃいけないんですけども、コンビニで売られているあのレジの横にあるすごく美味しそうなチキンを揚げたやつとかポテトを揚げたやつとかね、そういうものがあるんですが、もう 100% やめた方がいいですね。絶対誘惑に負けないでください。油はですね、特にまあ元々体に悪いサラダ油とか植物油脂とかでさらに酸化して使い古した油になると、もう動脈硬化を作るものでしかないので完全にやめた方がいいですね。一切食べないでくださいと言いたいです。揚げ物本当にやめていきましょう。そして揚げ物をね、提供している、お店をやってる方っていうのはぜひですね、使う油を考えていただきたいなというふうに思います。エクストラバージンオリーブオイルを使っていますと、ご飯屋さんがあれば私に連絡ください。応援しに行きます。宣伝しに行きますのでよろしくお願いします。次はですね、4つ目、カフェイン入りのものをやめてくださいっていうものです。カフェインっていうのはですね、もう皆さんですね、入れすぎなんですね。いろんな飲み物、食べ物に入ってますが、なんでカフェインを入れるかっていうと、売れるんですよ。なんで売れるかっていうと、カフェインを取るとですね、人間の脳は勘違いして興奮してきますんで、アドレナリンが出てきたり、ドーパミンが出てきたりするんですけども、これを食べると脳が勝手にですね、その食べ物を好きになるという中毒性がございます。タバコやアルコールと一緒ですね。脳をぶち壊して中毒性を持たせてですね、さらにカフェイン悪いことに交感神経を興奮させて心拍数を変えてしまったり、体が操られてしまいます。あなたの体はですね、自分自身で調節してください。カフェインを入れないでください。本当にですね、缶コーヒーとかには大量のカフェインが入っていて本当に体に悪い。コーヒーショップのコーヒーにもカフェインが強烈に入ってます。紅茶にもカフェインが強烈に入ってる。だからあなたは飲みたくなるんです。カフェイン中毒者の皆さん、必ずこれを心に留めてカフェインから逃れるんだとしっかり寝てください。寝ていただければ眠くなりません。これをですね、伝えるために私は毎日毎日オンラインサロンで朝活をして、朝早く起きて夜早く寝るということを伝えています。ぜひ実行してみてください。興味ある方は概要欄からオンラインサロンの方をチェックしてみてください。次、ラスト5番目。何を避けた方がいいか。5番目に持ってきたのは、いろいろな意見が今飛び交ってますが、牛乳です。はい。なんで私たちはあんなに小学校の時に無理やり牛乳を飲まされたんでしょうか。牛乳は体にいいという洗脳が私たち国民にはございます。牛乳を飲めば身長を伸びると言われ、部活動の時に牛乳を飲んで、本当にね、下痢になりながら牛乳を飲みましたよ。全然身長が伸びない。もうこれは明らかにおかしいということになります。いや本当にね、やめていただきたい。牛乳は今発がん性があるんじゃないかということでですね、研究が進んでますけれども、牛乳を飲まなきゃいけないんだ、子供には牛乳を飲ませるんだというふうに洗脳されている皆様、ぜひその洗脳から解かれていただければと思います。大体ね、乳糖っていうのは、牛乳には乳糖っていう糖分が入ってるんですけども、乳糖不耐症の方っていうのは非常に多いわけなんですね。牛乳を飲むとお腹が下るっていう方は非常に多いわけなんですね。私もその一人です。しかも牛乳をずっと飲む、乳糖をですね、
ずっと取ってない場合ですね、いきなりたくさんの牛乳を飲むと乳糖不耐症の症状が出ます。お腹が下ります。本当に辛いですので、牛乳を無理やり飲ませることはやめてください。牛乳を飲んで身長が伸びるというのは、まあ、はっきり言ってあんまりありません。あんまり関係ありません。カルシウムの代謝というのはもっと難しいことになってるんですね。そもそもカルシウムがたくさんあったからといって身長が伸びるわけではありませんので、もっとですね、身長が伸びるためには筋肉を柔らかくキープすること、そしてしっかり寝ること。私には小さい頃にですね、睡眠が足りませんでした。そして体がガチガチでした。リハビリテーションのテクニックを知らなかったから、サッカーを頑張ってですね、体がガチガチに筋肉痛になって、毎日ね筋肉痛で眠れない夜を過ごしていましたので、睡眠をしてですね、運動をさせすぎないというか、運動はいい運動をさせなきゃいけない。リハビリテーションのテクニックが必要なんです、幼少期から。だから私のオンラインサロンでは、子供たちにもですね、ぜひいい運動を届けたいということでやってますね。身長を伸ばすために牛乳を飲ませるんではなく、身長を伸ばすためにはドクター優作のオンラインサロンに入るということをしていただけたらと思います。それではまとめていきますと、最初砂糖入った食べ物をやめてくださいということ、そして次マーガリン入りのパンは食べないでください。マーガリンを入れないでください。そもそも作ってる側の人たち、よろしくお願いします。毒ですからね。そしてスナック菓子や揚げ物に注意しましょう。食べていい油は決まっていますよ。次、カフェイン入りの食べ物、飲み物を飲まないでください。コーヒー中毒者にならないでください。そして、最後、牛乳をむやみやたらに飲まないでくださいということでした。今日はこれで以上になります。また質問があればコメント欄からお寄せください。お待ちしています。バイバイ。